おはようございます。今日の話は頭が良くなっていく人のすごい習慣という加藤俊典さんの本の中から頭が良くなっていく習慣という題で書きました。私たちが何らかの活動をするときにはその活動に必要な機能を持つ複数の脳バンチが情報伝達ネットワークを形成し連携して働いています。例えば部屋の整理整頓をするときは部屋の様子を見て視覚系の脳バンチ、どこに何があるかを把握して理解系脳バンチ、移動するものや捨てるものを決めて記憶系思考系脳バンチ、手足を動かします運動系脳バンチ、いわゆる捨てられない人はこうした脳バンチの連携がうまくいっていないのです。脳バンチとその連携は繰り返し使うことによって強化され成長していきます。毎日何時間も料理をしていれば料理に関する脳バンチが鍛えられ、算数の勉強を長時間取り組めば算数に関する脳バンチが強くなります。強い期間にわたって長い期間にわたってランニングを続ければランニングに関する脳バンチが伸びていきます。要するに経験した分だけ頭が良くなっていくわけです。大リーグで活躍している大谷翔平選手も二刀流をやっているからこそ二刀流に関連する頭が良くなって業績が伸びています。頭が良いからホームランを打てるのではなく、ホームランを1本打つたびに頭が良くなっていきます。もしあなたが営業マンであれば、営業を通して多くの人と会い商談をすることによって目から相手の情報を読み取る視覚系の脳バンチや、相手に自分の言いたいことを伝える伝達系脳バンチ、相手の要望を聞き取る聴覚系の脳バンチなどがおのずと強くなっていきます。たくさん経験を重ねて脳バンチネットワークが強く太くなると脳にかかる負担が減り、脳にとって楽な仕事になります。他の人から見るとあの人はあんな難しい仕事を楽々とこなしている、すごいな、頭がいいんだなというふうに見えるんです。その一方で使っていない脳バンチはいわば休眠状態になっています。そのため料理はうまいが歌は下手だとか、スポーツ万能だが漢字は書けない、理論的な話はできるけれど人付き合いは苦手というように得て増えてが出てくるんですね。加藤さんは、俊典氏は、頭を良くするためにはすでに強くなっている脳バンチをさらに伸ばすことと弱い脳バンチを鍛えていくことの2つのアプローチがあると言っています。そして頭の良い脳を育てるためには前のめりで頑張ることよりも淡々と継続することの方が重要なんだと言っています。繰り返し行うことが我々の本質である、故に美徳は行為ではなく習慣なのであると言ったのはアリストテレスです。つまり頭を良くするには繰り返し自分の得意技を練習し続けるという習慣を身につけることですね。じゃあ今日これで終わります。